Thank you for watching. This is Satoshi. では今回は幻の命、世界の終わり、こちらの歌詞の解説と会話でも使える英語フレーズをピックアップしてみていきましょう。この曲は2010年に発売されたセカオワのインディーズ時代のデビュー曲なんですが、その歌詞では亡くなってしまった子供、赤ん坊の命を幻の命として歌っています。かなり衝撃的な内容なので、それに対するいろいろな考え方や憶測、噂などもあるようなんですが、まずは一度曲の方を演奏してからそちらを一緒にチェックしていきたいと思います。 Alright, here we go. いかがでしょうか。今の部分だけですとこの曲が何の曲か分かりづらいかもしれませんが、英語を訳していくと、これは事故なのか中絶なのか流産なのか分かりませんが、このように生まれずに亡くなってしまった赤ん坊の話だということが分かります。そしていろいろな情報があるのが、この話がセカオワのメンバー自身の経験なのか、それとも知り合いや友達の話なのか、または創作なのか、もういろんな噂がネットにあるんですけども、結局はっきりしたことはどこにも載ってないので分かりません。なので基本的にはリスナーがこれは一体どんな話だろうと想像するのがいいと思うんですが、ただ一点僕が気になったのが、深瀬さんがインタビューでこの幻の命の歌詞を書くのに映画1本分くらいのストーリーを考えたということを話しているので、もしかしたらこれは創作の話、もしくは小さな出来事を膨らませて膨らませてこんな曲にしたんじゃないかなという気がします。では一体皆さんがどのように捉えるか、英語の部分を一緒にチェックしていきましょう。はじめが April 30, 2005 Our child became the phantom とありますが、これを訳すと2005年4月30日私たちの子供は幻になりましたと訳すことができます。April はこれは月のことですね。4月 30th これは30日のこと。ただ気をつけたいのが、日付は30でなく 30th、 最後に th がつきます。10日だったら 10th、 20日だったら 20th という言い方をしますね、そして1日、これは 1th ではなく 1st、 2日は 2nd、 3日は 3rd、 日付はこんな言い方をするのでぜひ押さえておいてください。その後の2005、これは年号ですけれども、この年号もちょっとクセモンですね。基本的には年号って2つに分けて読むんですよ。1995年だったら1995、2016年だったら2016というんですが、この2000年代だけはそのまま読んで、2005年は2005、2009年だったら2009という言い方をするので、ややこしいんですが、こんなポイントもぜひ知っておいてください。その下に行って Our child became the phantom。 ファントムは幻とか幻影なので、これは私たちの子供は幻になった、そのまま訳すことができます。ではその次に行きましょう。We named the light of phantom つくし。 It was a night with the red moon blazing beautifully。 こちらを日本語にすると、私たちはその幻の命につくしという名前をつけました。それは美しく燃えるような赤い月の夜でしたとなりますが、このつくしというのが子供の名前ですね。月に歌詞の詩、これが公式の和訳に出てくるので、もう本当に細かい詳細まで書かれているので、これは実話なんじゃないかなと思う反面、深瀬さんがインタビューで映画一本分のストーリーを考えたと言ってるので、それくらい細かい設定まで作ったのかなと、どちらにも取れるのでなかなか難しいところなんですが、英語を見ていくと
ここの name というのは名詞の名前でなく動詞で名付けるですね。name A, B で A を B と名付ける。なので We name the life of phantom つくしで、私たちはその幻の命につくしという名前を付けましたと訳すことができます。そして最後が It was a night with a red moon blazing beautifully ですね。前半は問題ないと思います。 It was a night、 それは夜だった。 With a red moon、 赤い月の。そしてその後の blazing beautifully、 この部分が理解しづらいと思うんですが、 blaze は燃える、 beautifully は beautiful、 美しいという形容詞の副詞形ですね。この blazing beautifully というフレーズが前の the red moon という部分を説明して the red moon blazing beautifully で、美しく燃える赤い月という意味を表しています。これは現在分詞の形容詞適用法というなんかもややこしいものなんですけれども、捉え方の一つとして関係代名詞の省略形と捉えることもできます。この The Red Moon Blazing Beautifully というのは関係代名詞を使った The Red Moon Which Was Blazing Beautifully というフレーズと同じ意味になります。まあ、関係代名詞自体がややこしいのでスッと入ってこないかもしれませんが、ぜひ参考にしてみてください。という感じで英文法のポイントなども見てきましたが、今回の曲幻の命は亡くなってしまった子供について歌った曲になります。では今回は世界の終わり幻の命を見てきました。先ほどもお伝えしたように捉え方は人それぞれだと思うんですが、かなり考えさせられる曲だなと思いました。もし皆さんの意見や考えなどもありましたら、ぜひコメントをください。そして今回セカオの曲を見てきましたが、いろいろなリクエストもいただくので、この後何曲かセカオの初期の曲の解説もしていきたいと思っています。週に1回くらいのペースにはなってしまうかもしれませんが、よかったらそちらもご覧ください。ではこの動画がいいと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。さらに英語をしっかりと学びたいという方のための動画付きテキストブックも発売中ですので、興味がございましたら概要欄からチェックしてみてください。 Alright, thank you for watching. This is Mark LaSabelle Channel. Macro Stereo.